どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なんと、フォートナイトの世界に、あのフェラーリが追加されたらしいです。フェラーリ、車について全然詳しくない私でも知ってる。おそらく世界で一番有名なスーパーカーだな。ぜひ乗ってみたい。ということでフェラーリを探しに、ガソリンスタンドに降りてみるよ。さすがにそう簡単には見つからないか。でもこのタクシー、燃料 100% だし、車道を走りまくって、なんとしてもフェラーリを見つけるわよ。あ、これフェラーリ？色的にはフェラーリっぽいけど。多分普通の車かな。もっとスポーツカーっぽいやつがどこかにあるはず。タクシーよ、そこまで私を連れて行ってくれ。目的地はフェラーリだな。まずい、敵に撃たれてる。でもまだダメージは食らってない、戦える。って、あれ、なんかすごいあっさり倒せた。相手さん、ずっとタクシーの方見てたな。霊夢が降りたのに気づいていなかったんだな。意図してなかったけど、すごい上手い車の使い方ができたわね。お、待って、あれフェラーリじゃない？うおおお、かっこいい。車高の低いボディ、真っ赤な色、たまらないねー。ちゃんとマークもついてるから、本物のはず。てちょ、やめろ狼。この車がいくらするか知ってんのか。絶対に今気づいただろ。ああもう、プロコンのバッテリーも切れそうだし。だからそれは充電しとけよ。てかお前絶望的に運転下手くそだな。でも見てください、この圧倒的な加速力。やばすぎる、エンジンのパワーが普通の車とは桁違いよ。って、もう燃料切れ？嘘でしょ。スピードは出るけど、その分燃費が悪いんだな。マジか、まあこうなったら、フルスロットルで、行けるところまで飛ばすわよ。いけー。やっぱりすげーな。これがフェラーリか。でももう燃料が切れちゃった。くそー？一旦ここまでか。もうちょっと楽しみたかったのにな。私はフェラーリを諦めないよ。ガソリン探してくる。と、アイテム欄開けるためにタイヤつけちゃおうかな。うわー、なんだこれ。フェラーリがパワーアップした。いやそんなでっかいタイヤつけたら本来の良さ消えてね。とにかく、あの最強フェラーリに乗るため、絶対ガソリン見つけるわよ。くそー、探してる時に限って見つからないのよねこういうのって。もうストームが迫ってるな。でもやっとあったわ。よかった、なんとか間に合って。さあ、思う存分フェラーリ乗り回すわよ。って、あれ？空っぽじゃねえか。嘘でしょ、今に限ってそんなことある？ちゃんと確認しなかったのも悪いけど、ついてなかったな。もうフェラーリは諦めるか。いやそんなの無理よ。やっと見つけたフェラーリに、でっかいタイヤまでつけたんだから。でも、もうダーティードッグスはストームに。大丈夫、ガソリンさえ見つかれば、あとはフェラーリのスピードでまくれるはず。牛くんだっているしね。ガソリン入れるまでは、これで少し時間短縮できるな。やっと見つけた。想定以上に時間かかって体力が。ここで医療キットを使うわ。道中拾ってたんだな。うん、包帯もね。もうポーションは全部捨てたわ。満身創痍で進まないと間に合わないからね。さあ、ここで再び牛くん発動。うおおお、ナイスバウンドだ。想定以上の速さで進んでる。牛くん、まさかの大活躍だな。あっとでも、ここに来てまさかの失速。ガードレールにぶつかって、横回転がかかっちゃったな。しょうがない、一旦出よう。よく頑張ったぞ牛くん。あとはフェラーリに任せて。どのくらいまでガソリン入れる？これも難しいわね。マックスまで入れる必要はなさそうだけど、かなり燃費悪かったからね。まあとりあえずこのくらいで出発して、途中で切れたら回復しつつ入れ直すわ。さ、目の前には坂。問題ない、このオフロードタイヤならね。まさかこんな形で役に立つとはな。くそー、坂ばっかりだ。でもフェラーリなら問題ない。エンジンの違いを見せつけろ。次の坂はかなり長いけど、アクセル全開で乗り切るわよ。うおおお、いけいけいけ。燃えるように減っていくガソリン。な、もう切れるの？坂を利用していけるところまで行く。ひっくり返ったらヤバそうだけど。なんとか大丈夫。そして勢いでかなり先まで進むことができたわ。ナイスランだったな。さ、一旦包帯巻いてガソリン入れないと。さあ、行くわよ。これで多分間に合う。ヤバい気を壊せなかった。致命的な時間ロス。間に合うのかこれ。フェラーリを信じるんだ。前輪が岩に当たって、飛んだー。いけ、いける。ここで燃料が尽きた。しかしそのままの勢いで。間に合ったー。何今の劇的な走り。フェラーリじゃなかったら間に合ってなかったぞ。残り体力1、ストームとの超熱い戦いだったわ。いやーめちゃくちゃ嬉しい。ビクロイより嬉しいかも。
初めて乗ったフェラーリ、素晴らしい活躍を見せてくれたな。な、敵、ブッシュに隠れるとこ見られていたか。しかし、牛くんで安全に距離を詰め、相手が慌てているところに卓章を叩き込む。よし、勝てた。しかも医療キット落としてくれたのはありがたい。さあフェラーリ、最後の仕事よ。私を補給物資のところまで連れて行って。もう燃料がないから、マジで最後だな。ここまで本当によくやってくれたわ。お疲れフェラーリ。おお、ロケランだ。それは強い。ずっとフェラーリ乗ってただけだけど、なんだかんだでいい装備が揃ってきたわね。む、そこに敵いるな。ロケランぶち込んでやる。なんか全員ここに集まってきた。そしてまさかのダブルキル。からの巻き込み自爆。これでお互いシールドなしでの1対1だ。相手さんは一旦上に逃げて、回復するつもりかな。しょうがないわね。じゃあこっちも回復するわ。って間違った。牛くん今じゃない。ジャンプボタン2回で出ちゃうからな。もう手段は選んでられない。近くにある UFO に乗るわよ。エネルギー弾を撃ちまくって、建築を破壊してやる。出た、相手からしたら相当うざいやつ。あ、そうだ。ここからロケラン撃ちちゃえば。ってダメだ、角度的に。これじゃあ自爆しちゃうよ。一旦 UFO から降りるんだぜ。くそー、なかなか隙を見せないわね。建築に隠れるつもりなら、もう一度エネルギー弾よ。これならロケランと違って、無限に撃つこともできるしな。え、なんで今チャンスだったのにフリーズした？なんか急にボタンわかんなくなった。ボケちゃったの？やばい、落ち着いていかないと。相手は結構奥まで引いたみたいだな。このままじゃ UFO が壊される。少し食らったけど落下ダメージはセーフか。さあ、反撃の時よ。このロケランを防げるかな？当たった、これはチャンスだ。一気に畳みかける。回復される前に勝負をつけるわよ。下だぜ霊夢。ヘビ朝で無理やりこじ開ける。く、なかなかしぶといわね。やっと割って入れたか？黄色い建築貫通してそのままダメージ。いける。やったー。おお、ビクロイ久しぶりな気がするな。今回はフェラーリにも乗れたし、大満足だわ。フェラーリのスピードとパワーは、本当にすごかったな。うん、燃費が悪いのが欠点だけど、超強い乗り物ね。みんなも見つけたら乗ってみてはいかがでしょうか。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、よろしくお願いしますだぜ。それじゃあまた別の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。